어제 텔레비전 보는데 맥가이버를 마크 가이버. 아, 네, 네, 네. 마크 가이버. 마크 가이버. 예, 그 맥도날드, 맥도날드. 네, 맥도날드. 아, how do you say McDonald's? 맥도날드. 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 컴퓨터. 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 Here it's 컴퓨터. 예. 노트북. 아, 이 정말 심각한데. 아, 죄송합니다. 언제? 라프탑과. 아, 노트북. はい、ここで韓国語の解説をちょこっと入れたいと思いますね。ここにもですね、いろいろ韓国語の、参考書がここにもあったりするんですけど、まあ、英語が韓国語に入った場合ですね、どういった変化が起きるのかっていうのをですね、ちょこっと、説明したいと思うんですけど、まあ今出てきたマクドナルドですね、えの音になってますね。この、アメリカ英語のえの音ですね、っていうのが、出てくると、韓国語でえの音になりますね、え。の音になります。それに対して、日本語ではあの音になるので、なので、メクドナルドのですね、え、うん、ですね、メとかメ、マ、マッカイバーのですね、マッカイバーのメの音っていうのが、ですね、えですね、韓国語ではえですね、メクガイバーで、ガイボーか、うん、ですね。で、日本語ではマクガイバー、あ、マクドナルド、あになるんですね。だからこういう風に変わっちゃって、これ結構厄介なんですよ。何が厄介だったかっていうとですね、こやつです。iPad ですね。これが iPad ですね。えの音で、日本ではパですね。韓国語ではペになるの、iPad になるんですよ。でそれが、結構厄介で、なぜっていうとですね、あの iPod があるじゃないですか。iPod が、韓国語だと iPad になるんですよ。パってになるので。もうずれずれというか、iPad が iPod のことで iPad が iPad だっていうので、僕かなり苦労したのを覚えてますね。留学していた時に、どれがどれみたいなですね。で、F の音は P になっちゃうんで iPhone ですね。F は日本語では負の音になりますね。それに対して、韓国語ではプの音になりますね。だからまあトイックではコピー。ですね、コーヒーの引っ掛けですね、カフィーのフィーのとこ、日本語ではコーヒー、韓国語ではですね、コピーになりますね。で、あとは、文末に出てくるやつですね、マクガイバーでもそうでしたし、このコンピュートでもそうでしたね、いわゆるこの R の音ですね、日本語だとこの R っていう音は R になるのでコンピューターとかマクガイバーってなるのに対して、韓国語ではあの音になりますね。あとおの間みたいな音になるのでコンピュータコンピュータコンピュータになりますね。ここにあるですね、このアメリカ人の友達が買ってきてくれた、韓国行ってお土産でくれたやつですけどですね、これもですね、ホニーポットミックスっていう風になってて、ハニー、アの音ですね。日本語ではアの音になるやつは、韓国語ではさっきやったアーと同じ音になるので、ホになります。ホ。これか。はい、ホ。で、ホニー、バターのバターですね。これもまあ、バターのバも同じアの音なので、これもボですね。日本語ではバターでもボ。で、バター、の音ですね。日本語ではタになるに対して、韓国語ではト、オになります。なんで同じですね。両方とも、er の音も、あの音も、両方とも、おに変わってしまいます。韓国語ですね。ミックスな、ですね。ちょっとこれはまた、ナッツの、トゥの音ですけど、トゥの音はちょっと複雑なんですね。S になるとかっていうのは、これちょっと説明すると、長いので、区切りますけど、そうです。こういうふうに、ズレが出てくるっていうことですね。そういった形で、こういった音のズレが、今話してたのはあったっていうことでした。모리타 산스 채널 스타벌룬 근데 지금 이렇게 세계적인 선생님 모시고 한 개도 안 터지는 게 있나요? 아 이거 뭔가 이거 톤은 지을 수 있는 거예요? 뭔가 톤은 저런 예, 그 사람들이 별풍선 속에 이게 화면이 달라지는 뭔가 이거라면 트윗
キャスト、ツイキャストね、ツイキャストランゴがのものがあって、ツイキャスね、ツイキャストランゴが千番ソンハルスイのゴイ、これが、YouTube と YouTube ライブランゴイス、で YouTube ライブですのでトンチュルスイス、ね、投げ銭みたいなのです、投げ銭わかります？投げ銭何？投げ銭っていうのは放送を見てて、それでこうお金あげたりとかアイテムあげたりとか、そんなんできるの？そうです、ポイント使ってとかお金使ってそれであげるっていう、そういうシステムですね。ティップみたいな。そうそう、そういうことです。はあ、そういう、そういうことをしてる人たちをライバーって言うんですけど、ライバーもあのトンナンマ、ね、そのライバーで飲む中の半いい、ね、それで見てる人が、そうです、見てる人がいて、それで生活してる人がいっぱいいるんですよ。東南アジアではもうそれが、そう、まあ YouTubers がいるのと同じようにライバーズたくさんいる。見てる人がお金くれるの。That's right。こんなグダグダの放送を見て払ってるでこっちは払わなくて。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.